どうも、性格悪男です。今日はね、喋ることがないので、高一 TV 欄にあるつまんないコメントをね、一つ一つディスっていきたいです。一連打ってどんな電話番号やねん。なんで関西弁使うんだろうって。いや、これはね、比較的いい方なんです。すごい乾燥していきましょうか。室外機がめちゃくちゃうるせえ。まあね、屋根んとこわらがちょっとキモいなって思いますけど、まあこれは普通ですね、はい。耳の中はウィンナー入ってないとダメだよな。あと投稿頻度上がってて嬉しい。おなってたところを中断して来た甲斐があったぜ。はい、そういうき、ね、クソみたいなコメントは本当になんか控えてほしいなっていうのは思いますが、まあカスみたいなね、これ自分は犯罪者だと思ってる系の客だ。最近こういう客増えてるような。派遣の時されると本当反応に困る。自分をピザ屋の店長だと思ってる精神異常者ですね。うん、まあでもこれもちょっと YouTube っぽいコメントなんで、あんまこういうコメントを俺がしちゃうのも嫌だなーって思いますけど、本当こういうなんかなりきり系コメントはね、すごく気持ち悪いなと思います。はい、あーもう最悪だ。まあでも何とも言えないキモさがあるな。まあ何とも言えないな。まあでもいいか、コメントはね、気持ち悪いくらいが気持ち悪いのでね。あと俺夜だから喋れないんだよなっていう言い訳ね。あ、嫌だな。こいつらと同じようにならないように俺も頑張ろう。あと何がキモいかって、意外にさ、匿名ラジオとかさ、おもころチャンネルのコメントも気持ち悪いよね。面白いものを見て自分が面白いと思ってる奴らがいるからさ、あと、部をわきまえた方がいいよ。うん。やっぱり、ちゃんと。なんかそれをなんかダメなんだよね。結局そういう奴らってその、なんか違うよな。大して面白くないんだよ。おもころチャンネルの人って結構やっぱ型っていうのは出来上がってんじゃん。面白の型って、むちゃくちゃ変なこと言うよみたいな。でも型は出来上がったとしても面白いからまだ飽きないんだけど、コメント法っていうのはもう型はほぼ出来上がってて、なおかつ面白くないっていうのですごい嫌なんだよ。確かにこのめちゃくちゃ新しくてめちゃくちゃ面白いものって作るのはすごい難しいと思うんだけど、でもおもころの人ってすごい新しいわけじゃないけど、でもその古いわけでもなくて、ゲオでいうところの新旧作品みたいな、旧作ほど安くはないけど純新作品、ね、純新作品くらいのボケの新しさだよね。でもぶっちゃけ面白いこと言ってるからやっぱその許されるみたいなところはあるんだけど、てか全然許されるんだけど、面白いから、古かろうが新しかろうが面白いけど許されるんだけど、コメントっていうのはそういうものに面白いものを見て感化されて、俺もなんか上手くて面白いこと言ってやろうみたいな。でも違うんだよね。なんか上手いことを言おうとしてるじゃん。ね。ない。そのオムコロチャンネルって上手いことを言おうとしてない。コメント欄って全員上手いこと言ってグッドボタンをね、もらおうとしてるやつが気持ち悪いんだよ、俺は。オムコロチャンネルだって意味わかんない、意味わかんないじゃん。ルリリュウの陰謀って全然上手くないじゃん。でもめちゃくちゃ面白いじゃん、ルリリュの陰謀って。だから嫌だなっていうのは思うよ。でもそれがコメント欄だからな。自分はリスクは負いたくないけど承認欲求はある程度埋めたいっていう、もうどうしようもないよねやつらが集まるのがね、 YouTube とか Twitter とかのコメント欄なので、コメント欄の中でもいいコメント欄のコメントもありますよ。はい、でもコメント欄は基本的に8割がクソです。ね、まあ、そういうクソ
はあるっていうことでした。トイレ行きたいんで、バイバイ。マジトイレね。そのトイレ行きたいんでって終わるのが俺の中でいいと思ってるとこじゃなくて、本当にトイレ行きたいのでトイレ行きます。